大相撲の元横綱春馬富士の暴行問題に揺れる日本相撲協会は30日、東京都住宅の両国国技館で定例理事会を開き、危機管理委員会が中間報告した。12月20日に臨時理事会を開き、最終報告をまとめる方針。協会は必要な懲戒を行い、適切な再発防止策を策定する。ため協会員が結束して協力し合うことも決議した。危機管理の中間報告によると、暴行問題が起こった10月25日深夜から26日未明の鳥取市内での酒席で、横綱白鵬関がタットの岩席を説教中にスマートフォンを触ったことに春馬富士が腹を立て平手で十数回、カラオケのリモコンでも数回殴打したと説明。シャンパンボトルを振り上げた際は手から滑り落ちたという。鷹の井は関の聴取について危機管理は、師匠で理事とし、で出席した鷹の花親方、元横綱、に改めて協力を要請。鳥取県警に確認した結果、警察の捜査が終わった段階で協力します、と返答を受けたという。危機管理による調査優先などを理由に、3日から始まる冬巡業に鷹の花巡業部長を帯同させず、春日の広報部長、元関脇栃の若、が代わりを務める。協会は鷹の花親方の処分も検討する。また、理事会に白鵬関と師匠の宮城の親方、元幕内筑波山、を呼び出し、九州場所千秋楽の優勝インタビューの言動、11日目の吉風戦で敗れた際に立ち合い不成立をアピールする異例の態度を示したことについて厳重注意した。白鵬関と宮城の親方は謝罪したという。白鵬関は優勝インタビューで、春馬富士関と鷹の岩関の二人を再び土俵に上げてあげたい、と発言したほか、観客に呼びかけて万歳三唱を行った。